いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ脱げの。反撃、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。その口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。この店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。
じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう、松永、お前大丈夫か？いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生？踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ、松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか、頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場どうなるんの。昼間、頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで。それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃ、わしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら、踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。なんがわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いが、もう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れでした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。
キリュウさん、大丈夫だったの？ナグマ君は？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ？違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって、連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ、成り行きだな。それじゃあ、また来る。ええ、いつでも。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思っとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ、道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？あ、そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って？いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？親さん、どうですかの？あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか？いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい？
おかげさまで大丈夫です。うん、ああそう。南雲にあんたのなるその聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。はあ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。桐生さん、こっち。桐生さん、早く。